interact, cultural, historian, past, immediately, interpret, peer, confront, issue, concept, common, statement. Interact, cultural, historian, past, immediately, interpret, peer, confront, issue, concept, common, statement.Any adult who interacts with a child, any traveler who visits other cultural groups, any historian who studies beliefs and attitudes of the past immediately becomes aware that others might not interpret the world as she or he does. Even peers from the same culture are confronted with these issues, such as when communication fails or when one person misunderstands another. When we make such observations,We often say the others have different concepts from us. This sort of statement is especially common in discussions of children. みなさん、こんにちは。ストラクチャー第7項。今日はですね、これ9行ありまして、文章としてはね、3文です。で今ご覧いただいているのが、全体ですね。なんかもう英語だらけって感じですね。それではね、また1文ずつ解説をしていきたいと思います。まずこれ第1文ですね。いつものように SVOC をねしっかり取っていきましょう。 Any adult で Who がやっていきまして、 Any traveler と、文の最初に出てくるやついつも申し上げるんだけど、これ主語確定でしょうな、これな。で、who があって関係代名詞と、ね、そしてですね、カンマがあって、any traveler ということで、んって感じですね。なんか似てませんか、形がね。そしてまた who があるでしょ、関係代名詞主格があってカンマがあってAny historian で who とあると、読みにくい感じはしますけど、どっからいこうかな。ここに and が光って見えますか、これね、私が英語を読む上で一番重要視している、単語、記号にしか見えませんけど、記号ですね。and っていう記号。これどうですか、綺麗な、なんか、そうでもないかな。これはそうでもないのか。この and は一体何を結んでるのかってことになりますけどね。ここではですね、beliefs and attitudes ということになるでしょうな。でこれね、実はちょっと読みにくいのがありましてね、何かというと通常ですよ、よいしょ、これ多分こうなってるんですよ、これね、 any adult、 any traveler、 any historian、 これが主語になってるんですけど、筆者がねどうも and を書き忘れたんじゃないかっていう気がします。ここに becomes ありますね、これが v です。そして aware、それが C ということになるでしょう。こんな感じね。どういうことかというとね、おそらくね、ここに and があればですね、S1、S2、and S3 というきれいな並列構造が見られると思うんですけど、何らかの理由でこの and が欠落してます。これはもうしょうがないでしょう。言語はね生きてますのでね、 100% 文法通りというわけにはいかないでしょうからね、各自でねこう構造を補ってやる必要があると思います。それではこの関係代名詞の中を見てみましょう。Who interacts with a child、こんな感じね。でこの中に SV がありますね。 Who が主語ですね、こうなってましてね。で、インタークス、これで、
V ということになりますね。それから any traveler の中、これも who visit other cultural groups ということで、これが主語になってて動詞になってて、そして other cultural groups と、これ全体で目的語ですね。他動詞のね後ろにある名詞は、まあ、ほぼ目的語になりますね。だから訳としてはですよ、ここで訳するのもどうかと思うんだけど、他の文化的な集団を、ね、ここでおってなりますね。で訪れる旅行者というふうになります。まあ上もね、これね、子どもとインタラクス、交流のある大人というふうに訳します。で、ここにですね安藤になってやってください。そして Who studies beliefs and the attitudes of past と、でここまででしょうね。ここまで、この immediately っていうのはこの becomes とのセットの副詞になっていると考えるのがベターでしょうな。ここね、Who studies、 これを V になってね、で、beliefs and attitudes of the past と、こんな感じでしょ。ちょっと見えなくなっちゃったね。ここね、past、この of ですね、まあ、of 一番いやらしい前置詞だと思うんですけど、過去のと、ここね、過去のビリーフス、信念、信条、信仰と態度を、これ目的語になってますね、を研究する歴史家ということになります。今3つのね主語がこう配置されましてね、大人、旅行者から歴史家、ほうって感じね、大人と旅行者と歴史家ですね。でこの3つの主語がありまして、イミディエイト、すぐにということですね。すぐにで ビガマヤがね、これ気づくというふうになるでしょうな、気づきますと。で気づく対象ですね、気づく対象がここですね、 that の中からで others might not interpret the word as she or he does ですね。この that は、まあ、いつか that もねまとめて説明したいところなんですけど、ここではね接続詞の that で、接続詞の that ね、何々ということというふうに訳できるでしょうね。どうですか、だいたい構造取れましたか、構造取れましたか。では that の中をちょっと見ておきましょうか。 that の中に others ってきましたから、これ主語確定でしょうな、 others。 それから might があるんで、これ v 確定ですね、これね、 might not interpret、 これ解釈するという意味ですけど、これで動詞と、インタープリット、解釈するの後ろにですね the world、 名詞が来ましたね、当然目的語になります。だから世界を解釈しない、いいね、世界を解釈しないと。で as she or he does、 まあこの言い方ですけど、 she or he ね、これは今登場人物はですよ、ここに主語のアダルトとかトラベラーとかヒストリアン来ましたね、この人たちを受けてます確実に。なんでかって、あともう一つはアダースって複数ですよね、複数形ですから、この he、 she or he とは無関係ということになりますね。さあそこでね、ちょっと一回消しますね。
ここにですね、こう any っていうのを書いてますね。これね、ご覧になりますか。any はまあなんか some のね、疑問や否定の時に使うよってあるんですけど、ここではねちょっと特殊な使い方です。今回覚えてほしいんですけど、any の後にこれ単数形の名詞が来てます。これはですね、どんな何々でもというふうに訳します。なぜかというと、この any あの疑問文、この文章はね疑問文でもないし、否定文でもありませんね。まあここに否定はありますけどね、これは V の否定ではね、ここの否定とは関係ないですからね。したがってですね、訳は大まかにもう一回訳を確認するとね、こんなふうになっていきます。どんな大人でも、どんな旅行者でも、そしてどんな歴史家でも、ダット以下にすぐに気づきます。これが訳のね大きな枠組みになります。こういうのを捉えていくとね、いいんじゃないかなと思うんですけど、それから注意事項としてですね、この文で注意事項がもう一個ありましてね、まああと2つ3つ、ここにこう and、 まあ and はいいのかな、もうね and ないですもんね、これね、さっきの and こう省略されてるっていうところですね、これね、もうじゃあ要は言っちゃったんでいいでしょう。次にこれ not です。これここに not があるでしょ。これ自体は問題ないよ、これ自体はね。ところがね、こいつとセットになった時がねちょっと気持ち悪いのね。以前もあの not についてはね触れてるとは思うんですけど、あの部分否定作るよってやつです。これもう not を見かけたらね、部分否定だと思って間違いないです。全否定の時もありますけど、それも特別です。逆に言うとね、それではね、ここの訳の仕方なんだけど、彼女または彼が、これ主語ね、彼が、で does はね大動詞ということで、実はねインタープリット受けてます。これをこれね、なので解釈すると訳していいです。問題はここです。問題はここですね。この as をねどう訳すかなんだけど、ちょっと書いてみましょうか。彼または彼女が解釈するように、ここで止めてみようか、ように、ね、世界を、他者ね、他人は世界を解釈しないということですと。これはね訳としては不適切です。なぜかというとね、やっぱダブル否定になりますね。彼または彼女が解釈するように世界を解釈しない。なんか変でしょ。あるいはね、こう解釈を抜かしてね、と同じようにっていう訳しても構わないんだけど、のようにとかね、彼または彼女のようにとかね、とにかくねこのようにで止めるとね、ダブル否定になっていくんですよ。もう一回やってみましょうか。ちょっとくどいですけどね、ちょっとお付き合いくださいね。彼または彼女のように他者は世界を解釈しない。わかります？どちらとも否定されてるってわかるかな。なのでね、こういう場合はね、ここにねわってつけてみてください。これどこでもいいけど、もう一回いこうか。彼または彼女が解釈するようには他人は世界を解釈しないのだということ。どうでしょう、分かっていただいたかな。これがね、なんか部分否定の訳し方ですね。あるいは as の訳し方と言ってもいいのかな。
なんでかって後ろはね解釈してるわけよ。どんな風にで、こんな風に、ただどんな風にか分かりませんけど、こんな風に解釈してるね、とは違うよということなんですね。それを日本語にうまくね出すにはこれです。この和ってやつをねつけてやると、スムーズにね訳ができるんじゃないかなと思います。うまく説明できたかどうか分かりませんけど、ね、部分否定の訳し方についてちょっと触れてみました。それからねもう一つ、これ大動詞って言うんだけど、これねここに、まあ、does ね、ちょっとくどいというか繰り返しになりますけど、 does っていうのはもちろん本動詞でね do っていうのがあるわけね、するっていう意味がね、そういう場合もあるでしょうし、で大動詞としてね前に受けた動詞を受ける場合があります。前に出てきた動詞を受ける場合と。だからねこうやってね戻ってください。こうやってないかな、あここにあるって、で毎回戻っていくとこうすると becomes があるって、ね、まあこんな感じでしょうな。でここではね、まあ、明らかにこの that 説の中での話なので、 interpret っていうふうに考えた方がいいでしょうね。これね英語はね繰り返しを嫌います。だから省略や言い換え、これが頻繁に起きますので、必ずね何を受けているのかなというふうに気づいて、ね、考えてみてください。それではねここまとめてね、きれいに訳をもう一回つけてみましょうね。子供と交流のあるどんな大人でも他の文化的集団を訪れるどんな旅行者でも、そして過去に関する信念や態度を研究するどんな歴史家でも。でこっち行きますよ、ダット説の中でね、他者は彼または彼女が解釈するようには世界を解釈しないものだということにすぐに気づきます。いいでしょうか。あちょっとつけ足しなんですけど、こうスタディね、英文でですねスタディ見かけるとね勉強もいいんですけど、研究ってやった方がいい時が多いです。研究するというね、この部分はね何々に関するぐらいでいいんじゃないかなと思いますね。 The past 歴史家でしょ、歴史家がすることですから、過去の、過去のってだから過去に関するか過去におけるか、おけるはおかしいかな。まあ、過去に関するがいいのかな。過去に関する信念、心情、あるいは考え方や態度ね。まあこの態度っていうのはどうなんやろうね。研究態度なのか、それとも歴史的に例えば大昔の人の生活態度なのかね、生活様式なのか。このビリーフもね、昔の人が信じていたこうアニミズムっぽいね、やつとかね、古代の信仰とかね。そういったものを指しているのかもしれませんけどね。訳す上では何の関係もないですからね、あんまり気にしなくていい、深いことは気にしなくていいです。はい、それでは次に第2文に行きたいと思います。Even peers from the same culture are conflicted with と、ここにですね、are confronted with、 もうこれ V 確定ですね。でここに are っていうのは複数形でしょ、だからこの peers、 これが主語というふうに見ていいでしょうな。peers の意味ね知らなくてもいいんですよ、カタカナで peer と訳しておけばいいですよ、とりあえずね。でここに from the、 ここ from ね、前置プラス名詞ってやつね、前置詞プラス名詞ってやつです。で今回は前にピアスっていう名詞しかないですから、こうかかっていって形容詞的用法と、形容詞句かね、形容詞句を作ってるよということになりますね。こんなふうにね、分解していってかけていってみてください。
それからこの with ね、この with も前置詞なんだけど、これが目的ですね。these issues と。these っていうのはこれらのって意味でしょ。これらの、まあ、一種問題でいいんですけど、これらの問題ってどんな問題なんでしょうね。通常ですね、こういうこれらのっていう指示が来ると、大体全文ですね。大体前にあります。後ろにはね、まあある時もありますよ。次のようなって訳す時は多いですけどね。だからこの these は先ほどの問題っていうことになるでしょう。で、これ複数形になってますね。これらの問題というふうにね。まあ、解釈がね違うということになるでしょう。認識の違い、これで前半部分の SV、が取れてますね。受け身なので、SV で終了です。いいですか。 O とか C はありませんよ。 Such as when communication fails or when one person misunderstands another、先ほどあの and について触れましたけど、ここでもですね、あの or がここにあるでしょう。これもあの並列を作りますからね。直後を見てください。並列の場合はですね、必ず直後に片割れがあります。そうすると前にフェンがここにありますね。こんな感じになってます。したがってこのこれね、フェン1とでも言っていいですか。からこれがフェンの2と、これが or で並列になっていて such as とこれにかかっていくということになりますね。ではフェンの中身を見てみましょう。コミュニケーションフェイル図。図どうですか、光って見えますか。これ三人称単数のやつでしょうな。そうするとコミュニケーション、これが主語ということになるね。から one person misunderstands、ね、これが one person が主語でしょう。そして misunderstands が V と、ね、これ三人称単数ついてますね。で another とということで、これが目的語と。あなたの後、これね、まあ、パーソン省略でしょうな。省略されてるよということですね。コミュニケーションが失敗する。ね。時。あるいは、ある人が。ね、まあ、一人の人間がってやってもいいんだけど、あるでいいですよ、これ一般的にね。ある人が、で別の人ね、これは他人と訳してもいいですしね、他の人を誤解する時に、で、such as で何なのようなと、だからそのような時にっていうふうに訳していいでしょうな。で、peers は、これ主語ね、peers は直面しますと、こんなふうになります。ちょっと一回消しますね。イーブンですね。このイーブンは何々でさえというね強調になります。でピアはね、あの貴族とかあるいは仲間とか同僚とか意味あるんですね。なので、ここはですよ、この後ろに from the same culture とあるので、同じ文化出身の仲間たちでさえということになるでしょうな。どうですか、同じ文化出身って分かりますか。そうね、例えばどうだろう、中学校一緒とかさ、なんか出身地が一緒とかね、あるいはまあその日本人として同じとかね、同じ日本人とかさ、そんな感じです。でそんな仲間でさえ、このようなあれこれらの問題に直面します。ではこのサチアズの方いきますね。コミュニケーションが失敗したり、あるいはある人が別の人を誤解したりするような時に、意味わかりますか。つまり同じ文化的背景を持ってるね、
こう人間たちがいたとしてね、その人たちがねコミュニケーションがうまくいかないとか、なんか誤解してしまうという時に、ね、先ほどの問題がに直面することになるよと。つまりね、同じものを見て別の解釈をしているということなんですね。ちょっとね具体例に欠けるんでね、分かりにくいとは思うんですけど、以上で第2文終わりますね。続いて3文目に行きます。When we make such observations、 まあこれ偏説なんで複式ですけど S 拍子をつけているね、これね。 We make、such observations、 これで SVO と。で We often say、 我々はしばしば言いますと。say の後、まあ、だっと省略でしょうな。ね。なんというのって。ここまででしょうな。今、セミコロンがあったの見えたかな。セミコロンがあったときは、セミコロンは切れてるようで、切れてないようで、切れてるようでなんで、文としては切れます。で、意味としては切れないね。そういう使い方みたいですけどね。だこれが say の中身です。だからね、これが目的語って考えてくださいね。SVO です。でその O の中身 The others、ね、これだ、これが主語になってましてね。で Have があってこうなるでしょ。で Different concepts、 これで VO か、こういう感じね。で From us で我々とは違うと、まあだからこう、この From と Different はセットでしょうね。これね、我々とは異なると。これ今回ちょっと触れませんけど、これ others の前に座がついてますね。これはですね、複数のものを想定したときにね、残り全部を言うときに座をつけます。残り全部ですよ。一部にはつけません、座はね。こんな感じで残り全部みたいな。ということは、ディアナーズって言ったことはね、他のもう全員を指してます。だから、いないのね。その、何がいないかって、同じ意見の人がいないということです。他のみんなはってこと。他者全員ってことになりますね。で、アスがでしょ。我々とは違うんだってことは、だから我々以外の全員ってことになります。したがって、さっきのね、ちょっと絵をうまく描くと、こんな感じ。こんな感じ。この緑色はね、アスなんですよ。イメージよ、イメージの問題でね、これが S。 人間がこんだけしかいないよ。これが全員ね。これが全員で、我々が緑色で、それ以外の全員という時に The others と言います、ね、英語はね、意外とまあ厳密ですよ、この辺ね。日本語と違ってね。ではセミコロンの後ろもちょっと見ておきましょうか。This sort of statement is だね。これが主語ですけど、そうだな。まあちょっと V から先に書いておこうかな。で、B 動詞は SV になるか SVC になるかね。これにコモンとあるので、これが形容詞です。これで C ですね。一般的ですと。ありふれてます。よくあります。で、in discussions of children と。難しいね。図がついてるね、これね。で、of がついてるね。これ、なんかね、判断に非常に困りますけどね。うん。まず主語の方から見ておきましょう。this sort of。これね、こんな風にかけてみてください。A of B を見るとね、B の A と訳していいんだけど、この A の部分がですね、文型用紙っぽく使われている時があります。それはこうやってください、こう訳す時にね。だからこの種の言説、
この種の発言、こういうふうに訳してみてください。でこれが主語なんで What で、特に一般的ですと。で In discussions of children、 S がねこう複数形ついてるのは、あの議論がたくさんあるということなんでしょうね。子供に関する議論でいいでしょう、これはね。あのオブをね、もうノと訳すのをね極力避けてください。オブをねノと訳すのは極力避けてみてください。子供の議論ってやっちゃうとね、子供を議論しているのか子供が議論しているのか、あのね曖昧になるのね。日本語ののっていうのがね非常に曖昧です。で複数形になっているのは一つのこう手がかりになってましてね、子供に関する議論ってたくさんあるでしょ、わかります。なんか子育て委員会とかさ、なんか今なんか異次元のなんかなんだっけ、少子化対策、こうなんか政策に次元ということを使うなんてどうかなと思うね、これね。皆さんどう思いますか、次元異次元のって中身はね、まあ どんな会かもしれない、まあ別にどうでもこんなのいいんですけど、こんなのどうでもいいんですけどね。要するにあれも子供に関する議論の一つなんですよ、子供に関する議論ね。でね、子供に関する議論をしたときにね、子供に関する、これはオブはね何々に関するって訳してください。これ結構有効です。これ結論から言います。オブについてね何々に関すると訳すと結構いい時多いですよ。今回ねテーマね、オブね、子供に関する議論において、ね、この種の発言は特に一般的ですというふうになります。ちょっと一回ね訳をつけておきましょうか。消します。一回訳つけますね。私たちがそのような観察をするときに、私たちは他の人々は我々とは異なる概念を持っているのだとしばしば言います。この種の発言は子どもに関する議論において特に一般的です。どうでしょう、意味わかりますか。わかりにくいでしょ、意味がね。これね、あの大人たちが子供に関する議論をするわけですよ。いい？このこれね、とかこれね、これを。で、この議論する人たちがこういるわけね、こういるわけ。それに対して子供に関する議論だから、なんかこう子供に関する問題とかやるときにね、こう考えてみるんだろうけどね、この人たちは子供をこう見てると、ね、考え方がよ。ところがこの人たちはこんなふうにこう考えてるということなのね。だから子供に関する議論をしたときにね、この種の発言、つまりあいつらは俺らとは違う考えを持ってるんだみたいな、子供に関してね、つまり子供というのを見たときにどう捉えているか、まあそれは世の中をどう捉えるかと同じよね。まあそれはもう一行目にありましたけどね。例えばそのまあ皆さんこう習ったことあるでしょうけど、なんかこう論語、なんか孔子っていう人がいて、
その弟子にね孟子とかね荀子とかいるんだけど、なんか人間性善説、こう生まれつき人間は善なる性格を持ってるんだと。それに対して、ね、なんか他の誰だっけ、ね、これ性悪説っていうのね、これね、いや生まれつき悪い性格を持ってるんだと、だから直さないといけないんだみたいな、まあこっちが孟子でこっちが荀子かな、よく分かりませんけどね。だから子供に関してっていうか人間に対して、論語のね偉い人たちでさえね見方が違うぞということですな。なのでまあそれは我々よく経験することじゃないですか、日常会話においてね。例えば皆さんどうですか、例えばそうだな、犬って聞いた時どう思いますか、犬何をイメージしますか。あ、ね、これ漢字にするとこれをねワンってやつね、これが例えば大型犬をイメージしたりね、小型犬をイメージしたりとか、あるいはこうね、なんだろうな、毛の長いやつとか短いやつとか、人によってねやっぱりこう認識が違うという概念がね、これはまあ言語学のその何シニフィアントシニフィエってやつだけど、それを前提にして我々はなんかこうコミュニケーションしていくわけね。だからこのコミュニケーション失敗した時に、あ認識違うんだみたいにね、どうも違うことを考えてるぞみたいないうことが起きますよというお話でした。それではね、今からもう一回ね全文に対して訳をつけたいと思います。子供と交流するどのような大人も、他の文化的集団を訪問するどのような旅行者も、そして過去の信仰や態度を研究するどのような歴史家も、他者は彼または彼女と同じようには世界を解釈しないだろうということにすぐに気づく。同じ文化出身の人々でさえ意思疎通がうまくいかないときに、またはある人が別の人を誤解するときに、これらの問題に直面する。私たちがそのような観察をするとき、私たちはしばしば他者は私たちとは異なる考えを持っているのだという。この種の発言は子どもに関する議論において特に一般的である。今回はね、あの文法事項としてはそんな難しいのはありませんでしたけど、やっぱり長いんでね、しっかり SVOC を追いかけながら訳をつけていくといいんじゃないかなと思います。終わります。お疲れ様でした。さよなら。